今までに泣いたぞ。失礼します、際どいです。いやいやいや、味が綺麗ですよ。際どいです。ちょっと女の子って大変ね、大変ね、大変ね。杉田さん、杉田さんメイクがっつりされてましたけど。通る。これがみんな分かりますか。今日こそ宿命の対決を。うるさいですよエルマ。本当やるんだなこの野郎。アイアンブロックない。なんてね。あ、河野さんもよろしくお願いします。スイッチ。ちょっと私が知ってる杉田さんじゃなくてびっくりしました。だよね。ちゃんとエルマの角あるバージョンのコスプレも杉田さん。いや言うんじゃないよそういうこと。やめなさい。あれすごいレオタードみたいになって大変だったんだ。ケツが3分の2ぐらい出ちゃったんだからね。そうなんです。見せられないよ。クオリティ高かったんですけど、今回はスーツバージョンで来てくださいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかスーツの方がいるとちょっとシャキッとしますね。現場そうだろうか。適当なこと言うな。ちょっと、のように本日のゲストは杉田智和さんです。やったー、やっと来てくれた。本当出ていいのかなと思ったんだよ。ずっと楽しみにしてたんですよ、ごめんなさいねなんかね。あー、いえ、とてもない。なんかすごくゆうきちゃんと仲がいいっていうのを日頃お聞きしてたので、うん、何が こうちょっと怖くて。なんで僕が何言っても自分の都合のいいように頭で全部変換してそれ飲み込んじゃうのね。羨ましい、うん、例えばどんなことを変換されたんですか今。えフィルターがね。いやでも話してれば大体わかる。俺は割とあのそういう意味で言ったんじゃないのになっていうのをこうスーッてポジティブに捉えるから。あ、ポジティブにね。なるほど、なるほど。だからキャラクターと僕を結構同一視するところがあるから。おお、危ないね、危ないね。危ないぐらいですよ。いやでもなんかこの番組でも結構ね、ゆうきちゃんはあの杉田さんの話をしてたりとか、はい、そうですね、ね、っていうのはあったけど。そうそう、スターリースカイ、はい、実際に、ゆうきちゃんとあの杉田さんがこう初めて会ったっていうのはどんな、いつのタイミングなんですか。ナリアガールズっていう、そうなん、僕があの中途半端な田舎の魔獣っていうので出た時に、はい、そこじゃないかな。そうです、だから杉田さんのお名前と自分の名前がテレビにこう最後クレジットで映った時に、うん、写メ撮りました。嬉しくて。あ、なるほどなるほど。そうなんです。それが最初共演というか、うん、それは別撮りだったんですけれども。あ、別撮りだったんだ。そうなんです。スタジオには一緒に入ってなかったんだ。なんで特殊なちょっと作品で、うん、私たちとゲストさんはあの全く違う撮り方をしてたので。はいはいはい、はい、そうなんです。不思議な作品だったんですけど。じゃあ杉田さんにしてみればまだクワちゃんの存在は分からなかった。なんかね、あの深川セリアさんから割とあの共演してるあの子がすごい杉田さん杉田さんって言ってちょっと怖い。おいどうすんだよそれよって。俺はあの命狙う役をよくやるけど狙われるの慣れてねえから。私狙ってない。逆にね。なるほどなるほど。あ、でも最近だとクラシカロイドとかでちゃんとマイク前でご一緒させていただいたのが。そうそう、すっごいあのマイク入って右に座ってたんだけどすっごい見てくる。これ逆だったら俺歌えるぞって。そんなに何を見てたんだよな。顔を、え、顔をなんかまた変換してたの。顔を見たり声を聞いたり、声を聞いたり体に刻みつけて帰りました。味わってたんだね。味わってました。味わってたんだ、ね、生声だ。田辺瑠衣さんで2人目ぐらいだよ。田辺さんはなんか僕が短パンを履いてきたのが珍しく見えてずっと足を凝視して怖かったことがある。まあ、実際でも僕もあのそのエルマンのキャラにね今着替えてる時にちょっと足見ちゃいましたからね。あの、いやいや、やめてくれやめてくれ。あのタイツをセクシーに履いてましたよね。そうですね。やめてくれ。クワちゃん、マリンカ、ゲストの杉田さん、アローラ、はい、アローラ、アローラ。杉田さんに質問です。あ、ポケモンね。そう、よく分かってくれ。この番組の挨拶なんです。挨拶アローラ。早くメール読む。あ、じゃあ、ウンショウさんだ。博士。メール読む。いただきましょう。杉田智和さんです。どうぞ。よ。よろしくお願いします。いや、初ゲストってまずくねえか。ですか。だっていや、いくらあのね、キッズの夢はなるだけ叶えたいおじさんだけど。おじさんなんですか。おじさんだよ、もう38今年。おめでとうございます。 お父さんいくつ。お父さん50いくつかです。あ、大丈夫ですか。若いね。若いですかね。ええ、お父さんと最近何話したの。お父さんと最近、あ、パンツ見えてる、パンツ見えてるよって、パンツ見えてるよって話を。何が。私のパンツが。
どういうことだ。あの歩いてたら私のパンツが見えてたみたいで。何やってんだ。お父さんがちょっとお前パンツ見えてるぞって話を最近しました。そうなんだ。昨日です。昨日か。そういう話をしたんですけど、そうじゃないんですよ。杉田さんもパンツ。いや大丈夫大丈夫なようにしてきたから。大丈夫ですか。うん、大丈夫だから。大丈夫か。これ逆の立場だったら俺捕まるからな、これ普通に。な。いや今のこの状況もだいぶすごいですよ。俺捕まるぞ本当に。いや杉田さん今日はなんか可愛らしい。いやだから杉田先輩って書いてあったから、先輩といえばやっぱ UFO の田中飛鳥先輩だろうってなって。でも声は杉田さんなんですね。頑張っても声は寿さんになんないから。そうですね、しょうがない。それに近い何かになった。杉田さん髪が、あら、さっきから口に入りそうです。いやでも今日やっぱり女性がゲストだからちょっと嬉しくて。え、いやいや、女の格好をした何かだからね。何かなんです、うん、頑張って田中飛鳥先輩の前髪を作ろうとしたら全然できねえからさ、うん、ちょっと失敗したね。杉田さん可愛いですよ。でも何を言ってるんだ。杉田さんの足が綺麗なんですよ。やめなさい、ずっと言ってるよね。でもぜひ今日は私杉田さんの足と会話をしたい。何をやってるんだ。逆だったら俺は訴えられるぞ本当に。魔法科高校の劣等生の時にマイク前に入るとやけに視線を感じるな、下半身にって思ったら。下半身君がずっと足見てたってことでしょ。そうです、下半身、足です。足だろ。足です。うん、下半身ってちょっと語弊が。どうした。おいどうした。うん、あ、そういうことか、今わかった。おじさんも珍しくちょっとあのシナプスの連結がうまくいかなかったね。ベターマンだったら2回ぐらい死んでたとこだ。足、いや本当に。でも杉田さんの足はあの今まで私が見てきた男性声優さんの、うん、いや男性声優さんの足そんなに見てたんじゃないですか。おい、一人でだからどうしたんだよ。お前のシナプスどうなってんだよ。あの本当に田辺覚醒人って出てきたらなんかこうシナプスの連携がうまくいかないぞ。誰がハブはコントロールするの。すいません、あの誰ハブはコントロール。頑張ってちょっと自分で頑張るんで、あの本当にあの杉田さんの足本当に今まで見てきた方の中で一番綺麗な足してるんです。一番私 あの心をくすぐる、うん、逆、本当ね、逆だったら俺訴えられるよ本当に。女でよかった、うん、俺処刑フックに吊るされない。あー吊るされないで。でも本当に綺麗なんです、うん、だから女子でじゃあそういう足が綺麗な人って誰。いいんですか言って。いいよいいよ、俺が言うと問題になるから。あ、そうですね、うん、女子で綺麗な足、うん、たくさん見てきたろ。たくさん見てきました。うん、そりゃもう、うん、誰や。いろんな足を見てきました。わかるぜ。ナナナの時もずっと見てましたね。そうか、そうですね。誰や。ダメだ、だって言ったらこれ言ったら気持ち悪いじゃないですか。そうやって見てるっていうのがバレちゃうもんな。そうですよ。そうですよ、私本当にいろんな人の足見てるんですよ。知ってる、知ってる。ダメですよ、言ったらだって距離置かれちゃうもん。いやいや、そんな距離感でもない。事務所 NG 出されちゃうもん。マジかよ、マジかよ、そんなレベルか。ダメですよ、私本当にまずご挨拶してる時に足見ますから。杉田さん、はじめまして。はい、はじめまして。この番組はルイの空回りということなので、うん、友和の空回りエピソードをぜひ教えてください。はいはい、ということです。杉田さん、空回ることってあるんですか。いっぱいあるよ。僕は好きな人を目の前にすると、はい、自分をよく見せようと思って空回る。私のこと好きですか。え、いきなりどうした。君どうした。好きじゃなきゃ逆にこの番組でしょ、うん、嫌いだったら。杉田さんに好きって言われた。なんでだよ、どうした。私は今日ちょっと怒ってるんですよ。どうしたの、原因は。だって、うん、杉田さんがこんなに可愛い格好して出てきたのに、うん、私より先にうちの友和が写真撮りましょうって二人でツーショット撮ってて何考えてんだと思って。ひどくないですか。別に後で撮りましょうじゃん、本当にね。大丈夫、私とも撮ってくれますか。撮る撮る撮る、いいと思う。ちなみに杉田さん、カニ味噌が好きですか。カニ味噌大好きだよ。私のこと好きなんですか。何言ってるんだ。このよくわからないさ。いや、大丈夫か。大丈夫か。なんか杉田さんがカニ味噌好きっていう心理的になんかこうマイケル・マイヤーズと同じだと思う。
自分の好きなものを好きなこいつはきっと好き。でん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 って言って、あいつのレベルがどんどん上がっていくんですよ。私今レベル上がってます。マジかよ。立ちの悪いマイケルだな。セリタさんカニ味噌食べるんですね。でも酒のあてみたいなのが大好きなの。酒飲まないの。お、あ、酒飲まない。そ、味が分かんないの。子供が子供舌だから、うん、美味しいお酒って言われてもよく分かんなくて、昔隣で下野くんが、はい、ワインの前やって言って頼んで、注文がしたワインが来たのにすごい高いやつが、はい、こっそり入れ替えて下野くんに安いのをついてプッてやったら、いや、やっぱ味違うねって言ってたから、ワインの味なんか分かんないじゃないか、ね、俺高い方飲んだんだけど全然味の差が分かんなくて、やっぱ味、うん、味分かんない、よく分かんないな。杉田さんに会いたくて、いや、どうすればいいの、おじさん何すればいいの、君が喜ぶことって何。体だと。体か。私今日悔しいんです。どうした。杉田さんの足が見えないから。いや、見なくていいでしょう。杉田さん、だって逆だったら本当俺捕まるっつってんだよ、本当に。君ともう一人ぐらいじゃないかな、それ物理的に俺を狙ってくるの。どなたですか。もう一人いるのよ。細谷さんですか。いや、細谷君は男だじゃん。あ、そうか、うん、もう一人の子は、あの、T シャツが欲しい。杉田さんのイベントの。おいいよいいよって、あの着てないやつあるから、じゃあ、あの女性向け恋愛ゲームのイベントだったから、はい、その新品の T シャツもあるし、女子のサイズだからあげるよって言った。そっちじゃないですって真剣なテンションで言われて、えって、杉田さんがリハで着てた方ですって言われて、僕あげるのやめた。黙って新品の方を投げて。え、結局新品の方をあげたの。もちろんだ、当たり前でしょ。当たり前でしょ。え、うん、いや、でも今お話聞く限りだとやっぱり、うん、その方はあのリハで来てた方っていう前提で話してたと思います。ああ私もそうです、うん、リハで来てた方が欲しいんですけど。いや、君もか。あれ、お前もか。あれ、君もか。怖いなと思って、いや、ダメ、はい、新品の方っていう。杉田さんが来てた、杉田さんのぬくもりで、オチは、はい、あの結局その T シャツは洗濯して、なんかあのもう一回着ようと思ってたら、いつの間にか母親が持って帰っていってですね。お母さん、出た、お母さん。うちの親がビタミン X って書いてある T シャツ着て。お母さんの話大好きなんですけど、私。いや、まあ、俺の親だからね。似てるから、やっぱな中身が。お顔は似てるんですか。似てるよ。あ、うん、女装した顔をなんかこうやってパッと見たときに。こんな感じですか。うん。高校の時の写真がこんな感じだった。ね、メガネがない感じ。これで。おお、じゃあ私今杉田さんのお母さんと話してる気がするんですね。いやいや、そういうことじゃねえだろ。あ、違うんですか。この番組に出るのに1個だけ NG を出したのは、あ、はい、母に電話かけるでしょ、君なんか。確か。あ、かけました。俺は自分の母に電話はかけたくない。何言うか分かんないから。やばいよ。俺の親だぜ。あ、それ危険なワードがいっぱい出てくるんだ、これが。杉田さんのお母さんは下ネタとか言うんですか。下じゃないんだ。どっちかっていうと、なんかこうバイオレンスな発言、バイオレンス、暴力的というか、なんていうか。全然想像ができないんですけど。ぜひ一度お話ししてみたい。ちなみに私今日うちのお母さんから LINE 来て、うん、なんか、あ、何と思ったら、今日杉田さんとお仕事なんですよ。杉田さんによろしくね。来ましたよ。お母さん、お母様。うちのお母さん杉田さんのこと大好きみたいで。どうしたの。わかんないんですけど。本当に女性声優さんのお母さんにモテるね。あ、そうなんですか。うん、いいですね。羨ましい。ね、いいな。嬉しくないわけじゃないけど、なんか複雑だな。高校の頃、母と一緒にずっとこの番組聞いていたんですよ。お母さん、お母さん。お母さん、うちの母が杉田さんが大好きなんですよ。よ、常々、ね、杉田さんと結婚したいって言ってた。あんた結婚して娘いるだろ。そうなんですけど。お母さんのためにちょっとお父さんって呼んでみ。え、お父さん。杉田さんが初ゲスト。いや、でも私も正直びっくりしました、うん、杉田さんが初ゲストに来ます。いいんですか。いえ、もうギズの夢はなるだけ叶えたことね。、うん、いや、まさか私も杉田さんがこうしてセーラー服で来てくださるとは思わなくて。あの、だからその若手の女優さんの番組に出るとき変に角が立つの嫌だから、あのこうやってわざと面白い姿で出てきた方がごまけるのよ。ああ、うん、前も若い女の子2人
の中心でゲームしなきゃいけない番組に言われた時に、中心でですか、そうセンター取っちゃった、こんなんどうすんだよって言ったら、ほら片方の子が出てるアニメの別のキャラが好きだから、はい、その格好でういって出てきて汚い笑いを取っといた、汚い笑い汚い笑いを取っといた。いやでも杉田さん誰からも愛される存在ですよ。そうだろうか何ですか今の返し、そうだろうか。いやだって杉田さんですよ。私今こうして普通にお話しさせていただいてますけど、誰もが知る杉田さんですよ。そうか、